エンマトラベルへようこそということでね、鞍馬寺の本殿の前でお送りしてますが、僕のね、足元にあるこの三角のところでさっきかしづいてる人がいて、さすがにその勇気はねえな、勇気はねえとか、なんか意味あんのかなみたいな、ファースト的な感じなのかな。ここだけ丸くなって三角だし、なんかあんのかな。知ってる方いたらぜひコメントください。かしづくのがいいのかどうなのかちょっとわかんないですけど、でも風吹いてきたということでね、鞍馬寺ほぼほぼ初体験ぐらいの、前回来た時はこのままね、貴船神社に抜けてっちゃったんで、満喫っていう満喫はしてなかったんで記憶にもほぼなかったわけですが、いや超いい人いなきゃいいのかっていうレベルでもあるけど、今日土曜なんですけどね、あんまり人もいないし、ちょうどね、僕の3日の方のベンチが太陽当たってめっちゃ気持ちかったんで、そこでゆっくり、まあ瞑想じゃないけどゆっくりしてっていうところで、はい、ここかしづくのはちょっとだいぶ勇気いるんだけど、でも迷いなくやったからね。来た時にかしづいてる方がいて、でここをお参りして戻ってきたらまたかしづいててみたいな、ふむっとして、まあまあ、気になる方はぜひ動画に映ってらっしゃいますので見てみてくださいまし、ということでね、やっぱりかしづいた、ごめん俺踏んじゃった、なんかあんのかな、気になる、超絶気になる、やっぱかしづいた、そういうもんなのかな。なんかいいことあんのかな。あ、すいません、お伺いしていいですか。はい、あそこでかしづくとなんかいいことあるんですか。いや、あそこはよく立ってね、お参りされる方いらっしゃいますけどね。あれって何なんですか。まああそこだけなんか違いますもんね、丸くなってる三角のが、一番大きな四角というのは、はい、大宇宙というとね、ご本尊三平さんというのを表してるんですけど、三角形が輪っかになってだんだん小さくなっていってるところが、はい、我々が住んでる小宇宙、我々であり小宇宙で、あれ、へえ、はい、それで図形は結局大宇宙である三平さんと小宇宙である生きてる我々、この人と地球の一体となった姿というのをあの図形で表していて、曼荼羅的な、そうそう、それで真ん中のね、真ん中の小さな三角形でしょ、はい、だからこの尊天さんとおっしゃる方はこのように根源神のような方で、このように存在するものを全てを生み出しておられる、はい、お力を持っておられるんで、我々の中にも尊天さんがおいでになられるという考え方なんです。だからそれが今立ってもらう真ん中の小さな三角形を表しています、はい、それが10年ぐらい前にパワースポットブームが全国的に広がって、はい、タレントさんがあそこに立ってお参りされたのがテレビで放映されたの。あ、へえ。それからね、あそこよく立ってね、お参りされる方が増えたんですけれども、我々職員というのはあそこ一応三角形の周りちょっと丸くなってるでしょ。はい、なってます。黒っぽくなって、そこはもう踏まないところに我々は職員は踏まない。へえ。神聖な場所なんで。だからただそういうな、今でもそういうなインターネットとかなんかそういうので流れてるのかどうかわからないけども、そういう立ってあそこ順番待ちしてね。立ってお参りされる方いらっしゃいますけれども、これは本当神聖な場所ですが、また我々は立たないと、はあ、我々の中においてなれ尊天さんを踏んでしまうということになるので、あ、そういうことですね、勉強になります。でパワースポットパワー言うたら、この三門空って言ったら、この小山善がそういう木の道してるところですから、あそこテレビであそこだけ取り上げられてるけども、小山善がそういうねパワーというかそういう道してるところなんで、どこでもそういうのね木を受け入れられてるはずなんです。確かに、いやでもすごい素晴らしい、ありがとうございます、はい、ちょうど来るとき気枯れしてたんですけど、はい、あそこでゆっくりしてたらなんか満ちてきて、
今おっしゃられたその山自体がっていうのがすごい分かります、うん、ただそのちょっと気になっちゃったんで、まあ、すいません、ね、あの立ておられる方におがためですとか申し訳ないんですけどね、本体そういうお話する機会が出るのに本当はこうなんですよというお話をしてくれる、いやありがとうございます、はい、ちょうどよかったです、はい、でやっぱり貸し付くんだね、気になる気になるというか、まあ、教えていただいたんでね OK みたいな、へえすごい良かったですね、ちょうどねあのあそこの三角形のとこ立った時に風が吹いてきてなんか感じるものはあったので、でちょうど行こうとしてたら職員の方がいらっしゃったので、よかった、すっきりした、まあ、そら貸し付くよね、だって自分の中の孫天さんとつながるってことは、ただ勇気ねえなあ、その勇気はねえなあ、でもすげえいい説明でしたね、ありがたや、いやーマジで満ちてる、来るとき超しんどかったこの階段が、なんか全然行っちゃっていいのかな、もう何だろう、来た時と帰りが全然違う、不思議、ちょっとかなり久しぶりになんかお気に入りスポット見つけた気分、よいしょ、あいいな、気になってるマスクしてる人いた、水野のマスク気になるんだよね、あのスポーツ素材のやつ、ハーハーしないのかな、ということでね、コメントもらうまでもなかったっていうあのすごく丁寧に教えていただいたんで、おすすめのマスクとか聞きたいよね、ハーハーしないやつ、一応僕なんかねあの布団の西川かなんかが作ったマスクをアマゾンで買ってつけてるんですけど、もはやもう慣れてきちゃったんでハーハーもしないんですよね、いやーでもめっちゃ勉強になった、そうちょうど日が当たってるベンチがねあまりにも気持ちよすぎて焦点仕掛けてたっていう、ちょっと持ちいなかったら座禅組んだかな、靴脱いで、それぐらいの本当気持ちよさで、最近ね瞑想なかなかしてないんで久しぶりに瞑想もしたいんですけど、寒いからね、よいしょ、でもよかった、すっきりした、でではい、文明の利器を使いましょう。もう無理。もう全然文明、全然全世界で、全然全開で文明の利器使うよね。よいしょ。そうなんですよ、ケーブルカー。僕の勘違いで、普通に片道200円でございました。全然使うよね。あでも本当行きと全然違う、行きのね僕のあの気がれしてるなんか感じとは全く違う、気が満ち満ちているっていう、まあまあね、あのビフォーアフターは興味があれば見てみてくださいまし、いやー鞍馬寺いいわ、盲点だった、今までほんと来なかったもんね、鞍馬寺。それこそほんと一回来た以来かな。ちょうどね、あの鞍馬寺の向こう側の貴船神社も気になってて、で今回鞍馬寺も気になったんで、改めて来たんですけど、毎回ね、京都来ると、絶対にって言うかな、絶対にお参り行く上賀茂神社が、近くっちゃ近くにあるんで、まあ、次回から本当あのコースに入れてもいいかなって思うぐらい素晴らしい場所で、いやーよかった、
そうなんですよ、京都来るとルーチンコースがありまして、三金神社行って、で上賀茂神社行って、その前に行けたら下賀茂神社行ってみたいなっていうのが、その後かな、大体三金神社と上賀茂神社は絶対行くんですよ。お札も買ってるし、なんかご縁を感じるんで。で、あとは体調悪い時とかだと西院春日神社っていうところも行ったりしますけど、いやーよかった、マジで久しぶりにお気に入りスポット。やっぱ山の上が好きなんじゃないかなとか思い出したけど、高野山しかり、三峰山しかり、まあ、玉城神社しかり、まあ、熊野本宮大社しかり、全部山の中ですからね。山の上、中というか山の上、そう考えると山の上が好きなのか、人里離れた、まあ、多分ね、ナンパの人鞍馬来ないですからね、わざわざ。それも市内にいっぱいあるしね、京都は。それこそ金閣寺とか二条城とか見どころいっぱいあるんで、鞍馬まで来ちゃうともう鞍馬と貴船神社でほぼ終わっちゃいますからね。そう考えるとね、そこをわざわざチョイスしてくるっていう人はやっぱちょっと違うのかなと。京都通っていうのかな。いやーでも超良かった、まあ、今回僕はね、レンタカーを本日借りまして、昨日はね丸一日やる気がなかったんでね、まあ、友達に連絡したら満月だからじゃないっていう分かりやすいご説明をいただき、なのでね、まあ今回僕はね特に予定もなく1週間ほどレンタカーしてるんで、行きたいとこにその日その日で行こうかなと思っております。ということでね、まあこんな感じの僕ですが、もしよろしければぜひともチャンネル登録と、それとね、あと応援クリックグッドボタンとかコメントとかよろしくお願いいたします。ということでね、ではではまたね。